こんにちは、チョコバナナとリトルバナナです。今日はですね、寝起きなんですけども、こちらの方にですね、チーズボールが食べたい、チーズボールが食べたいってね、100万回ぐらい言われまして、チーズボールね、この間新大久保でこうやつスキンガーデンでの下でね、これ買ったんですよ。あげるだけみたいな。これとあと一緒に買ってきたお菓子、これと海苔巻き、コストコで買ってきたビビゴの春雨が中にこう入ってて、で海苔、韓国海苔みたいなので巻かれて、そっからね、揚げるってやつなんですけど、まあ、これをね、揚げるので一緒にこれも揚げたいと思います。やってみよう。まーす。もうちょっと油が温まってなかった疑惑ですね。これは早くフライヤー届かないかな。きんまりこんな感じです。これも入れます。おー、揚げ物っぽい音になってきました。いいんじゃない。お、揚げるよ。いいっす。はい、じゃあ2個目いきましょう。あ、これこれこれ、求めてたのはこれでした。今よりも多いでしょ。見せて。はい、ということで出来上がりました。こちらです。見た目はですね、揚げ物なので別にそんなにいいわけではございません。この周りがですね、買ってきたお菓子ちゃんたちになるんですけど、まあ、まずね、こう揚げたてからいこうか。いこうぜ。あ、これマミタスから送られてきた明太子です。そのままいってみましょう。いただきます。熱いよ。うん、うまい。いただきます。おいしいよ。あ、それが正解です。うん、モッツァレラチーズだよね、多分これ。うん、うん、チーズハットグを丸くした感じ。食べやすいチーズハットグって感じ。こっちの方がでも好きかな。いっていいですか。決まりいきます。おいしそう。明太子の辺、私は買ってきたともに食べます。うん、安定にうまい。人の好みによるんだけど、うん、明太子がめちゃくちゃ好きだから、うん、この明太子が好き。マジ。うん、塩気もちょうどいいんだよね。なんか、うん、おいしい。普通に美味しいよね、うん、めっちゃ合う。合う、合う。これね、味あるんだけど辛いのっていうか、もうちょいしょっぱいの乗せて食べた方が美味しいよね。うん、このまま食べるとあんま、うーんって感じかも。ケチャップとかよりもこういう辛い系のものの方が合う気がする。好きだな。結構好き。チーズボール。うん。ちょっと周りのお菓子も開けてみますか。私これが一番開けたくてさ、チュッパチャップスなんだけど、カカオフレンズのキャラクターがね、多分入ってるんですよ。だからね、これね、4つ買ってきた。アピーチちゃんを当てようと思って4つ買ってきた。モンスターボールみたいじゃない？うん。あ、うん。こんな感じで。チッパチャップスが1本入ってて、いちごですね。いちごとムジちゃんが出ました。1個目、こんな感じ。これは普通にマスコットですね。キーホルダーとかでもなく、感じのマスコット。これお部屋に飾ります。ちょっと全部開けよう。炙らないようにしたいよね。あ、同じだったよ。同じのとかある？4つ中2つ同じとかある。炙っちゃった。あー、これなんだっけ、ジェイジーだって。こんな感じ。そのまま飾っても可愛いよね。うん。じゃじゃん。最後、アピーチちゃん出ました。キャマーです。飾ろう、これ4つとも。あ、1個かぶったのであげます。これもらいます。チュッパチャップスはね、私大好きなので、電車乗ってる時とかね、よく1本買って舐めてたりする。あ、そうなの。うん、これ気になるんだよね。チョコマシュマロみたいな。あ、チョコフォンデュマシュマロってやつ。ヤンヤンつけ、ヤンヤンつけ的な感じだよね、多分。オープン。テリー。わっ、え、めっちゃ液体なんだけど、チョコが。こんな感じでカラフルなマシュマロと、あとこっちにチョコレートが入ってるんだけど、チョコレートがめっちゃね、液体。刺すものついてないので食べます。つけて。じゃあ、私はピンク。美味しい。これ編集の合間とかに食べたいわ。うまっ。ね、美味しいよね。うん。チョコとマシュマロとか最強コンビじゃない？編集の合間にとか言ってたけど、今速攻で食べ終わるわ。マシュマロの ASMR めっちゃ好き。完食です。だけど私一度キンマリーに入ります。マーベラス。巷で有名な、あ、全然白だから分かんないから。ポッピングババ。ポッピングババです。初めてじゃないでしょ。うん、でもライチ味は初めて。うん、この間買ったのはストロベリーとマンゴーとピーチだったので、今回初めてのライチいただきます。ライチの果実がさ、うん、結構プニプニしてるじゃん、うん、普通にライチ食べてるみたいなんだよね、それ。
うん、そのままいけるよね。なんかピーチとかはヨーグルトと混ぜて食べるのがすごく好きだったんだけど、あ、美味しい。ライチそのままいけるぐらい果物みたいじゃない、うん、なんか食感と味があって、もともとライチめっちゃ甘いからね。うん、ココイチ更新だわ。ココイチ、ココイチカレーだよ。ココイチトッピングボーは冷凍させてさ、モッパンしてる人もいるじゃん、うん、あれちょっと気になってるからさ、今度ちょっと買ってきてやってみようかなとは思っています。というわけで残りの4つ紹介すると、まずこれはチュッパチャップスみたいな、なんかなんていうの、こういっぱい入ってるやつ。これね、前も買ったことあるんですけど、配る用にめっちゃいいなと思って買っておいたんだけど、まあ忘れたというか、まあ、そんな感じですね。でこれはめっちゃおすすめのチューイングガム。これめっちゃ美味しいから、ほんと見かけたら買ってみてください。これちょっと気になるんだよね。これね、梨のドライフルーツなんですけど、ちょっと開けよう。開けよう開けよう。めっちゃ梨だよ、ほら見て。もうね、見て、そのまんま梨、皮付きの梨。でも超軽いね。いただきます。想像より甘くない。甘くない、砂糖とかで加工されてないから、激甘のドライフルーツと違ってめっちゃ美味しい。ふわふわ綿飴みたい、うん、これがキンダージョイっていう、私前も多分買ってるんだよね。これすくって食べるチョコを食べてみたくて、私がこれめっちゃ美味しいよ。日本のチョコエッグと違って、チョコを割らなくてもお菓子とこのチョコがね、分かれるの。こんな感じになってて、スプーンがここについてて、こっちにおもちゃが入ってて、こっちにチョコが入ってるので、おもちゃだけが欲しい人っていうのかな、もうチョコ後で食べれるからめっちゃいいと思う。ニケジョのバービー人形、なんだろうか、これはチアリーダーみたいなやつかな。スプーンってこれで合ってるの。合ってる合ってる。結構甘い。どうぞ。いただきます。うん、美味しいでしょ。食べやすいね。3つ目、指輪入ってました。美味しいでしょ。そうそう、サクサクのボールが美味しくない、軽くて。うん、そして最後これ、ペコちゃんが書いてあったから買ってきたんだけど、多分これ綿飴だと思います。開けます。ババン。うん、ストロベリーなんだけど、ケミカルな味。わかる。なんか口に入れてから溶けるまでは本物綿飴にはかつながらないなって感じなんですけど、なんかチューイングガムみたいな。うん、チューガムだ、チューガムだこれ。なんかさ、ずっと口の中に残ってガムみたいだなと思ってたら、これガムだわ。3分の1ぐらい私食べたんだけど、もう1個にし、1個食べないとガムできないの。ガムっていうか風船にならない。あ、でもガムなんだよね。うん、ガム。というわけでこんな感じでございました。モッパンというモッパンではないですが、食べたかったチーズボールが食べれたので満足です。で今回買ってきたものはね、全部新大久保と、あと金丸だけコストコで買ってきたんですけど、チーズボールなんかは今度そのまま作ってみたいに、揚げないチーズハットグとか、あとはこの間作ったチーズハットグの作り方の動画なんかも何本か出しているので、そちらもぜひご覧ください。それではチョコバーナーとリトルバーナーでした。バイバーイ。